一のエルミは、日本の漫画家。血液型は、B 型。私の家にはテレビがない。で第41回別フレ新人漫画大賞で、佳作を受賞しデビュー。主に、別冊フレンドで活動している。すべて講談社、KC 別冊フレンドより観光。オムニバスハット ABCD、君は可愛い女の子。講談社コミックプラス。 2020年12月25日閲覧。女子高生のお笑い青春劇、ナンバーアツ子の読み切りが、別触れに。コミックナタリー。株式会社、ナターシャ。2012年8月10日閲覧。別触れで、ちびがり JK の恋描く新連載、五つ星プリンス音声ドラマも。コミックナタリー。株式会社、ナターシャ。2020年12月25日閲覧。 ピート、j k 三時、マキの新連載が別触れで、友達のいない、女子高生と謎の宇宙人の物語。コミックナタリー。株式会社、ナター二2021年2月13日閲覧。二人のテーブル。講談社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。二人のテーブル。講談社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。 サイレントキス、後段者コミックプラス、2020年12月25日閲覧。サイレントキス、後段者コミックプラス、2020年12月25日閲覧。君は可愛い女の子。後段者コミックプラス、2020年12月25日閲覧。君は可愛い女の子。後段者コミックプラス、2020年12月25日閲覧。 君は可愛い女の子。講談社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。君は可愛い女の子。講段社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。君は可愛い女の子。講段社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。君は可愛い女の子。講段社コミックプラス。 2020年12月25日閲覧。君は可愛い女の子。講談社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。君は可愛い女の子。講談社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。君は可愛い女の子。講談社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。 君はかわいい女の子11巻発売。一ノエルミのサイン入り時期筆戦が原稿プレゼント。コミックナタリー。株式会社、ナター社。2020年12月25日閲覧。君はかわいい女の子。講段社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。君はかわいい女の子。講段社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。 君は可愛い女の子。講段社コミックプラス。2021年4月13日閲覧。S の誘惑、M のドキドキ。講段社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。秘密で同居始めました。講段社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。仕事男子に恋してる。講段社コミックプラス。 2020年12月25日閲覧。ラブな同居してみたい。講談社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。生まれて初めて恋してます。講談社コミックプラス。2020年12月25日閲覧。ありがとうございます。